平成天皇が譲位され孔子が令和天皇になられた瞬間に私の中では現天皇がそうであると違和感なく認識していました。いやこれあの平成天皇とは言ってはいけませんよ。はい、まあね、お元気なうちは上皇陛下と申し上げます。あと令和天皇もないですからね、はいはいはい、天皇陛下というふうにですねおっしゃっていただければと思います。上皇様っていうのはダメです。上皇陛下と申し上げてください。これはですね法的根拠があります。特例法ね、大位特例法と一般的に言われてますけど、そこにですね上皇の継承は、陛下とすると法律の条文にあるんですよ。まあ、別に罰則があるわけでないし、ですから上皇陛下とお呼びするのが法律の趣旨にかなってるわけですよね。で上皇后も陛下とするとなってますから、上皇后陛下と申し上げるのはこれ正しいです。ですから上皇様というのは間違いです。だってほら、新天皇陛下がねお言葉の中で上皇陛下と言ってるにもかかわらず、もうテレビとか新聞の連中はもうみんな上皇様上皇様ってわけですよ。産経新聞も含めてね、ダメです。上皇陛下と申し上げるということですね。あとそれから平成天皇っていうのはないですからね。あのほら何々天皇っていうのは没後に送られる天皇号というものでして、没後送られるものなので、ですからあの没後の名前でお呼びするっていうのはこれはちょっとね、だって皆さんだって生きてるうちに戒名で呼ばれたら嫌でしょう。それと一緒で没後送られる名前ですから、ですから平成天皇とは言ってはいけません。もし言うならばですね、例えば先帝ね、先帝もしくは先帝陛下というふうに申し上げるのは、まあこれはいいでしょう。それからもしね言うならば平成の時代の天皇陛下とかね、平成の天皇陛下とかね、令和天皇もありえないですからね。はい、それは没後にそう送られるであろうということですよ。はい、特に平成の時代のという場合には、まあ、平成の時代の天皇陛下とか、平成の天皇陛下という言い方をするとですね、いいということですね。あとそれからご夫妻、はい、ご夫妻なんかありませんからね。ですから、上皇后両陛下と申し上げるわけです。ほらほら天皇皇后両陛下と言いますよね。それと一緒、上皇后両陛下、まあこのようにですね申し上げるのが正しいのであって、上皇ご夫妻なんていうことはですねないです。あとそれから雅子様っていうのはもうないです。はい、やっぱお名前を直接口にするというのはですね不敬、まあ不敬というか敬って避けるっていうのが日本人の美徳です。目上の方とかね、上司とかね、直接名前を申し上げるのはちょっと遠慮するというのが日本の美徳なんですね。だから社長とか会長とかね、ましてや天皇陛下皇后陛下のお名前を直接口にするというのはですね、やっぱこれはですね避けるべきことです。ですから皇后様もないし雅子様もないです。雅子妃とか言うけど、雅子妃っておかしいんですよ。雅子のお妃になっちゃうんですからかつてね皇太子妃でいらっしゃった時の正式名称は皇太子妃雅子殿下なんです。皇太子妃殿下なんです。皇太子の妃なんですね。だから雅子妃は雅子のお妃になっちゃうんですよ。もう雅子妃とかありえないから、雅子妃誰これ言い始めたの、バカじゃないのって話ですよ。そんな呼び方あるかよと、もう誰のお妃であるかすらも不明な呼び方ですよね意味が分かんないですよね。だから、雅子妃もないです。皇后陛下と申し上げればいいんですからね。はい、ということでございます。